ではまずね、ユリを持ったらそこにこうバラを添えます。このようにバラを添えていきますね。そしたらさっき丸めたこのドラサラの葉っぱですね、これをここに添えていきます。こういう状態ですね。で、こういう風に、進めていきます。ただここでカーネーションのパープルを入れます。その時にカーネーションのパープルは必ずこう花を開かせて、そして配置します。こういう状態ですね。で、カーネーションをこう後ろ側にも入れていきます。はい、カーネーションがこう後ろ側にも入りましたね。そしたらドラセナの葉っぱをまたここに入れます。こういう状態ですね。こういう状態です。で、ここでまたバラを入れていきます。はい、そしたらここでまたドラセナを丸めたものをね、入れます。まあ、ドラセナを丸めたものはこうクッションでね、入れていくような感じになります。で、ここでレースフラワーを入れます。はい、いいですか。そしてこうユリのね、さっき切ったユリをこの反対側ですねにこう入れます。こういう状態です。で、このカラーですね、カラーを入れます。カラーはこうラインでね、出るように入れていきます。こうです。はい、このようにカラーが入りました。そしたらここでまたドラセナを丸めたものをこのカラーの下側に入れますね。はい、そしてレースフラワーをこの手前に入れましょう。はい、そしてもう一輪残ってたユリをね、入れます。まあ、ユリは咲いたことを考えて、まあ、結構ね大きく咲くんですよ。なのであんまりね、こうユリ同士がくっついた配置にすると咲いた時にみんな同じ方向に向いて咲いていってしまうので、ちょっとこう離して入れていきます。このシルバーのアブライトを入れます。ちょうどこうカラーが流れてる方向の方に入れましょう。はい、こういう状態です。そしたらホチキスで留めてないドラセナをこのやはりカラーが流れてる方向に向かってこう入れていきますね。ですがこちらで完成となります。では結束して正面から見てみましょう。どうぞ。はい、こちらの花束いかがだったでしょうか。ね、ミニブーケルちょっと大きいサイズですかね。まあ、こうして180度展開でカラーが流れて、そっちの方向にこう葉っぱも流れてます。そしてまあさっき制作途中で言いましたが、ユリがやはり咲くと大きく咲くので、ユリが咲いた時にも見れるデザインにしておいてください。はい、ではね、こちらはこれで終わりにしたいと思います。ぜひね、皆さんも作ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time. Thank you.